こんにちは、リュウギです。今日はこうすることであなたの前に苦が現れなくなりますというテーマでやっていきたいと思います。生きていると苦しい時、辛い時ってありますよね。皆さんもそう感じたことがあると思います。では人はどのような時に苦しいとか辛いとかネガティブな感情を感じるのでしょうか。それは今の現状を受け入れられない時です。つまり現状を受け入れられなかった時に苦が現れるわけです。そしてそんな人の意識は今にありません。過去か未来にあるのです。例えばああしていればよかった、こうしていればよかった、ああしたらよかった、こうだったらよかったと思う時、あなたの意識は過去にあります。またこうあらなければ、ああしなければ、こうなってほしい、ああなってほしいと思う時は、あなたの意識は未来にあります。過去や未来に縛られている状態なのですね。つまり過ぎ去った過去を変えようとしたり、今現実にないものを数え出して苦を体験しているということです。完了しているので変えることができません。変えることができないからこそ変えようとすると苦が生まれます。変えられるのは過去の出来事をどう捉えるのかという意識だけです。また意識が未来に行き過ぎてしまうと、今ないものばかりに目が行きます。今の状態から目をそらしてしまうのですね。するとあれがない、これがない、それもないと不満ばかり出てきてしまいます。そうなると苦がなくなることはありません。多くの人がこのように過去や未来にあるデータ、思い込みから生きて苦を生きてしまっているということですね。つまり苦がなくなるのは今を良しとする以外何もないのです。幸せな人とは偉いわけでもなく、すごいわけでもなく、能力があるわけでもなく、完全に今を受け入れることができる人のことなのです。過去や未来にあるデータをすっぱり捨てて、過去や未来のデータと今を比較していないのですね。比較するデータを持ち出さなければ、ありのままの今を良しとすることができます。なので過去や未来のデータを捨て、今のデータをそのまま比較せずに新しいデータとして受け入れるようにしてください。ただ過去や未来のデータから元気づけられるなら取り入れてみてください。無難的に臨機応変に対応するといいと思います。ぜひ参考にしてください。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございます。あなたの幸せを心よりお祈りしております。